はい、どうも、競馬ストーリーテラーの田原元就です。今日はですね、有馬記念の最終結論ということでやっていきたいと思います。本当、年末をこの締めくくるビッグレースということで、いい結果をね、なんとか残せるように頑張りたいと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい、それでは発表します。本命は、クロノジェニシスです。この馬に関しては、2回驚かされました。まずは、宝塚記念。まあ、これは見ての通りの圧勝だったんですが、それ以上に驚いたのが前走です。天皇賞だったんですけれども、アガリサンハロン32秒っていうね、そういういわゆるマイラーとかね、そういう馬でしか使えない切れ味勝負に対して対応した上で、アーモンドアイと0秒13、この馬の進化の過程がすごく見て取れるような、そんな感じがします。まあ、その年明けから振り返ると、京都記念を渋った馬場で勝って、その後両馬場の大阪杯を2着で、また渋った馬場の宝塚記念、今度は圧勝で、前走また今回両馬場ですね、両馬場の天皇賞秋を3着、まあ、これ勝ち馬と0秒1、どんどんパフォーマンスを上げている、どんどん隙がなくなっている、ウィークポイントがなくなっている、そんなような気がしてなりません。で、そういったウィークポイントとかを考えたときに、今回の中山2500、めちゃくちゃ時計のかかる今の中山芝、ストロングポイント以外の何物でもないんですよ。で、そう考えたときに、やっぱ宝塚記念により近い馬場状態が見込めるということもありますし、まあ、前回ね、その天皇賞、ジャパンカップで大逃げした奇跡と、そういうような馬もいますので、極端なスローには多分ならないだろうなというような、そんな展開面も踏まえまして、僕はこの馬の本命に迷いはありません。はい、続いて対抗オーバーですが、これはカレンブーケドールです。この馬に関しては前走が全てでしょう。最強メンバーの揃ったジャパンカップで4着、あの結果だけで僕は十分だと思っています。で、そのね、今年を振り返った時に、その京都記念、それが先ほど言ったクロノジェンシスと2着に入っています。で、そこからちょっとドバイで行ったんですが、レースの出走はかなわずということになりまして、秋はね、オールカマーから始動して、このオールカマーが本当に、僕の中では絶対に体調的には全然良くないだろうなみたいに、思ったんですが、本当4角先頭というか、そんなような積極的な競馬で、ものすごい手応えで進出したんですが、まあ、2着というね、あれは完全に休み明けの分だと思います。で、前走なんですけれども、僕の目には前走がピークにも映ってはいません。まだね、なんていうか伸びしろがあるような、そんな気がしたんですよ。で、その根拠というのが1個ありまして、この馬が2歳の時の成績を思い返してください。新馬戦を使って、その後未勝利を使って、3戦目に、冬の中山で、勝ち上がりました。要は叩き3戦目ですね。で、今回オールカマーを使って、ジャパンカップを使って、有馬記念、これも叩き3戦目です。結構こういったね、その高層ローテを採用するという意味では、僕はすごく評価をしています。でも適性がどこにあるかって考えたときに、やっぱその上がり3波の33とかね、そういうレベルだとちょっとこの馬勝ちきれないような僕は気がしています。やっぱこの馬ちょっと小判になって、だんだんスイートスポットが分かってきたと言いますか、まあ、京都記念もそうですし、オールカマーもそうですし、まあ、ちょっと遡ればね、スイートピーステークスなんかもそうだったんですが、いわゆる非根幹距離、ここが一番のチャンスだと思っています。で、まあ、今回ちょっと枠順に関しては、まあ、偶数枠っていうだけまだマシかなぐらいな、そんな評価ではあるんですが、それ以上に評価したいのが、ジョッキーですね。僕はちょっと正直津村ジョッキー大好きなので、ちょっとこの乗り換わりは納得いってない部分も多々あるはあるんですが、まあ、勝負事に関して言えば、カレンの勝負服×イケゼルジョッキーかける G1 のレースのこの成績っていうのが2301というね、非常に素晴らしい相性を示しています。まあ、カレンちゃんとか、カレンミロディックとかね、そういう馬がいたんですけれども、やっぱそういった部分って馬主さんとかね、まあ、そういうオーナーサイド陣営がすごく気にしている部分だとは思うので、やっぱそういう人的な要素を取り入れた上で今回臨むというのは、僕は強い勝負気配を感じずにはいられません。で、やっぱそのさっきも繰り返しになるんですけれども、ジャパンカップの4着、ここはすごく評価していいです。まあ、前走より体調が悪くなっているとかね、そんなことも考えにくいですし、まあ、舞台は中山、2走前構想の中山に変わります。冬の中山というところは未勝利戦を勝っています。僕の中ですごく評価の高い、そんな一頭です。はい、続いて3番手評価です。3番手は
オーソリティです。この馬に関してはもうただ1点です。血統です。まあ、オルフェーブルがね、父親のオルフェーブルが有馬記念2勝で、母父のシンボリックリセス、これも有馬記念2勝近親のサートルナーリア、これが有馬記念去年のね、2着ということで、生粋の有馬記念血統ですね。で、そういった部分も含めて、さらにプラス1個好材料がありまして、それが本当に先週から続く川田ジョッキーフィーバーというか、そんなようなことが起こっています。先週の朝日杯をグレナディアガーズで勝って、今日のホープフルステークスもダノンザキットで勝ってみたいなね、ちょっと本当安城が感極まってる瞬間、なんか僕もすごい、うるっときちゃったんですけれども、そういったなんか人の波、人のこう勢いというのはやっぱ借りない手はないと僕は思っています。で、先ほど申し上げたような血統面、この2つが合わさった時に一気にその小馬を一周する可能性全くないとは言い切れません。まあ、枠順は正直もうちょっとうちの方が良かったのはあるんですけれども、結構ね、神田ジョッキー位置取りを取ることに関しては僕はすごくうまいと思っていますので、1コーナーにかけてのさばきで、向こう正面でうまいことインを取れるかどうか、そこによっては、全然勝ち負けの線というのも見えてくるというふうに思っています。そういった意味も踏まえての3番手評価です。はい、続いては4番手評価です。4番手はフィエルマンです。この馬に関してはちょっと解釈が必要だと思います。要は今の段階で2番人気とか1番人気とかね、そういう位置づけの馬なんですが、僕の中ではそういうレベルにある馬を4番手に落とした、そういうふうに思っています。まずいい部分から挙げますと、中山適正はこの馬はあると思っています。まあ、中山でもね、実際勝利実績がありますし、去年の4着っていうのは青門台を任しに行っての4着、決してね、そのひどい内容とかそういうのではありませんでした。それがプラス材料ですね。ただマイナス材料もありまして、部下前走の天皇賞秋、これもねすごく驚かされたんですけれども、ちょっと反動が出そうなね、そんなようなレースに僕は見えました。で、実際その馬体重っていうのも前走大幅にマイナス体重でしたし、このレースを迎えるにあたって一回ね、こう立て直しを図ってから今回を迎えるというような、そうなった時にですね、この馬っていうのは菊花賞休み明けで勝って、天皇賞も休み明け春2回勝ってというような感じでしたし、この馬にとってこの感覚ローテーション結構久々なんですよね。つうか初めてぐらいに当たるような、そんなような感覚です。で、やっぱ小馬ともなると、そう、自分のリズムっていうのは分かってきますから、こう本当賢い馬であればあるほど自分で体を作っていくみたいなね、そういうこともあります。そう考えた時にこの馬にとって、あれもう走るのみたいな、そんなような感じ、感覚があってもおかしくないとは思っています。ただ強いのも確かです。なので、こういう馬は僕はフォーメーション2列目というのはベターだと思っていますので、まあ、それこそね、先週のステラベローチであったりとか、そういうような位置づけ、というふうに考えてください。まあ、これ以上の評価もしなければ、これ以下の評価もしない、そういう意味でのフォーメーション2列目、4番手評価です。はい、続いては白三角のね、4頭を挙げていきたいと思います。まず1頭目が、ブラストワンピース。2頭目が、ラッキーライラック。3頭目が、ワールドプレミア、4頭目がラブズオンリーユー、この4頭です。まあ、ちょっと軽く説明をしていきたいんですけれども、ブラストワンピースに関しては、まあ、週中にね、ツイッターで記したような通りです。まあ、この条件、中山、冬の中山で適性がすごくあるということと、筋量の57キロ以下で非関西圏、この2つが重なった時に7戦6勝という素晴らしい成績を残しています。この2点の数字を知ったからにはノーマークにはできません。そういう意味での4番手評価、5番手評価です。で、もう1頭がラッキーライラック。これに関しては、まあ、人気馬なのでね、まあ、抑えというような位置づけになるんですけれども、僕の中で評価はかなり下げています。まあ、前走の、エリザベス女王杯というのが、札幌記念からの直行ローテで、ジョッキーがルメールジョッキーに変わったというような、そんなレースだったんですが、これを明治仕上げと言わずに何を明治仕上げと呼ぶみたいな、そんなようなお膳立てでした。で、そういったレースを勝った上で今回臨むんですけれども、少なくとも前走は仮に100だとした場合、少なくとも100以上というのは僕は考えにくいです。まあ、実際暮れの中山というのは先ほどクロノのところで言ったんですけれども、時計はかかっています。今の中山芝、そうなった時により類似性の高かった今年の宝塚記念、
エーデル・クロノジェネシスに、ぶっちぎられてしまったという事実は、そこからね目を離すことはできませんので、うん、やっぱこのぐらいの位置か妥当かなというふうに思ってます。で、ワールドプレミアなんですけれども、このものに関しては、まあ、リピーターというところで、拾った方がいいというふうに判断しました。まあ、去年の3着馬なんですけれども、まあ、去年は正直言って、玉乗り、展開が向いただけだとは思っているんですが、そのような展開にならない保証は逆にないです。そう考えた時に、まあ、それがさっき言ったようにバビットがね、それこそ大逃げする可能性もゼロではないですし、同じようなことは奇跡にも言えます。で、そこをね潰しに行ってクロノジェネシスが例えば圧勝みたいなことになった時に、後方で足を溜めたこの馬が突っ込んでくる、その可能性はちょっと考えた方がいいのかなというふうに思ってます。はい。で、白三角の最後の一頭がラブズオンリーユーです。これはね週中の動画から一気に評価を上げたような、そんなような馬なんですけれども、まあそれには理由がありまして、今日の中山の最終レース、グレートフルステークスっていうのが、内枠が結構上位で、特に2着に入ったウィンキートスとかは、内からぐーんと伸びてきたようなそんな馬でした。それを考えた時に、それができるジョッキーって誰だろうって、考えたんですけど、あれ？デムロやりかねねえなみたいなそんな風に思ったんですね。やっぱここぞというところの勝負感といいますかね、そういうのを持っているジョッキーですし、それこそ天皇ソロ秋の英進フラッシュみたいなあれは極端なイン好きだったんですけれども、まあ、そういったことはないとは言い切れません。で、今回その矢作調教師が中間のコメントでオークスの時に戻ったみたいな、そんなようなニュアンスの言葉を言っていたんですよ。で、そのオークスってどんなレースだったっけって改めて振り返ると、2着に任したのがカレンブーケドール、3着に任したのがクロノジェネシス、僕の本命対抗なんですよね。なんでその矢作を調教師のねコメントをある程度信じるのであれば、今回はじゃ抑えなきゃいけないのかなというような、そんなような結論に至りました。まあ、右回りでは確かに馬券圏外のない馬ですし、さっきも言ったようにその牝馬のトレンドを考えた時にこういう枠を引いて、さっきの矢作厩舎のコメントもありますし、ジョッキーのここ一番の思い切った戦法とかも踏まえまして、まあ印は必要かなというふうに判断して、最後の白三角の一頭とします。はい。以上で有馬記念の最終結論は終了となります。本当に明日は有馬記念デーということで、本当朝からね、ワクワクするような一日なんですけれども、できればね、本当競馬場に行ってね、その満員の観客と共に味わいたいみたいな、僕も一人の観客として、味わいたかったんですけれども、まあ、それは来年とか、そういったところにとっておければなというふうに思っております。ではね、明日有馬記念デーということで、一緒に競馬を楽しみましょう。ではまた。